これはですね、もう全力で 50m 走を走って、うん、すごく正確な機械で測ってもらえるというイベントなんですけども、シンプルに 50m 走を測るっていう、はい、これね、結構行列できるんですよ、本当に毎年。だからなかなか並ばないとできないんで、水面と気をつけたらやった方がいいですね。去年我々走りましたからね。走りましたね、はい、今日走りますか。今日行きますか。今日行きましょう。今日カオリンちゃん一人で。なんでですか、一緒にお願いしますよ。前だけ行って。なんでですか。急に冷たくなる。無理で、キャタツムリ、うまい、うまくない、うまくなかったですね。ありがとうございます。優しい、優しいですね。ね、優しいね。あんな優しい人、最善に来ればいいなんで遠くに行くのに優しいの。さあ、あとですね、はい、U1 グランプリっていうのやってまして、はい、今回3日間でですね、どこのブースの、店舗さんが、フードブースね、一番評価いいかっていうので、皆さん買ったら投票券もらえるんで、それでどこの店がいいか投票してあげてください。嬉しかったら投票してください。そうです。で、最終日にですね、発表ありますので、そちらの方ご協力よろしくお願いいたします。はい、あとさっきもね、謎解きイベントのちょっと告知したんですけど、もうやってる人結構いましたね。いました、いました、いました。はい、謎解きガールがいましてですね、謎解きガール、今ね、手挙げてる、新聞ね、抱えてる方、やってる方、思ったら、あの方を探してですね、ヒントを聞くといいですよ。捕まえて、ね、いろいろ教えてくれますからね。ちゃんと、ソフトドリンクをプレゼントする。だからいろんなイベントやってますからね。はい、一日楽しめると思いますのでね、ぜひね、はい、楽しんでください。さあ、というわけで、はいはい、じゃあもう早速トップバッターからいきましょうか。はい、それでは